今回入荷したのはニューヨークエメから届いた国内未展開のキャップたちになります。大変皆様お待たせいたしました。皆様からの問い合わせも大変多かったエメのキャップがニューヨークから届きました。こちらのようにサイドにエメのロゴですね、これが入ってるタイプ、しっかり皆様が本当に問い合わせも多いタイプになりますんで、どうぞよろしくお願いします。特徴としては後ろは自動調整ではないので、そこの部分をちょっと気をつけてください。キャップのタイプはロープロファイルですね。このように最初から少し R がかかったタイプになりますので、当店としてはおすすめは少しもう少し R をかけてかぶってもらえるのがおすすめしております。こちらの後ろのタイプは後ろで調整ができる、このようなタイプになっております。ですので男女両方ともサイズを自分のサイズに合わせてお使いできますので、あとはお好みのデザインでどうぞお選びください。このような形でエメのロゴが入っているやつとかもあります。あとは自分が結構今回好きなのがこのタイプですね。横には刺繍のエメ、そしてここにはメッツ。意外とメッツもすごく人気で、自分は結構メッツを持ってます。後ろはこのように調整タイプに全部なってますんで、どうぞお好きなサイズとデザインをお選びください。今回前のロープロファイルのキャップですが、こちらの方は7の4分の1から7の4分の3までと幅広いサイズ展開をご準備しておりますので、どうぞ皆様ご安心ください。このように中にもしっかりエメのタグがついてます。ご安心ください。今回ご紹介したのはニューヨークのエメ本店から届いた最新のキャップたちですね。今からの季節には絶対活躍しておしゃれにコーデできますので、どうぞ皆様お好みのものがあればご連絡よろしくお願いします。今からの季節にいろんな洋服とコーデして楽しんでください。以上商品紹介でした。お問い合わせはインスタグラムからよろしくお願いします。新しくツイッターも始めましたので、合わせてご登録よろしくお願いします。下の概要欄からアクセスしてください。今後も新アイテムが入荷しましたらご案内していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。